It's a Monday kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday, I'm ready for a Saturday affair. Cause on Sunday, I'll be happy. The afternoon is here. It's a Monday kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday, I'm ready for a Saturday affair. Cause on Sunday, I'll be happy. The afternoon. おはよう。ああ、ちょっと曇ってますね。ちょっと曇ってるわ。今ね、あのカフェでちょっと編集をしてるんですけど、もう朝早いっすよ。まだ9時半かな、9時半ぐらい。嘘です、12時です。はい、ということで、挨拶するわ。どうもこんにちは、ジャン君です。お願いしましょう。ということでね、カフェでね、編集してるんですけど、昨日のね、昨日僕お出かけしたんですよ。とある場所にね、お出かけしたんで、その編集を今してるんですけど、見ます？見るか。いいよ、早速見せるわ。じゃあとりあえず見せるね。昨日のね、昨日の夜ねお出かけしたんですけど、まあ夜デカシリーズですよ。夜お出かけシリーズ、はい、略して夜デカね、夜デカシリーズ、はい、ということでね、優雅にね編集してましたよ。おしゃれでしょ。まあ、普段こんな感じじゃないけどね、全然違うけどね、はい、Vlog とか言いながら、はい、普段全然こんなことしないけど、まあ、おしゃれに撮るしかねえかと思って、まあいいや、とりあえず行くか、とりあえず見るか、ということでご覧ください。やってきました。名古屋城 in 夜の会夜会です。はい、ということでね、やってきましたよ。夜の会夜会ですよ。名古屋城でね、今期間限定で夜会をやってるんですよ。マジミスった。逆光だった。逆光だよね、ここ。そうなんだよ、逆光なんだよね。気づかなかったんだよね、確認しなかった、うん、まあ俺のミス、完全俺のミス、申し訳ない。なんかちょっと何言ってるか分かんないよね。頑張ってる感は出てるよね。でも
まあ許してあげてください。あのね、そうなんですよ、昨日ね夜会行ってきたんですよ、名古屋城の夜会、18時から夕方6時か、まあ18時っていう言い方を僕はするんですけどね、はい、18時から夜会っていうのがね名古屋城であったんですよ。名古屋城がねライトアップされててすごいね綺麗だった。最強の名古屋城がねここには、はい、ここにはありました、本当に。でね、プロジェクトマッピングがやってるんですよ。プロジェクトマッピング、そう、光の幻想的な光と名古屋城がコラボレーションする。こうやって、こっちかもしれないけど、こっちか、こっち、多分こっちだ、うん、コラボレーションするんです。最高のね名古屋城が映し出されるんですよ。でね、そのプロジェクトマッピングのね映像ね、バッチリね、はい、もちろん皆さんにねお届けするために撮ってきました。撮りましたが、あのね、うん、長かった。5分間あったんですよ。でね、編集カットカット今やってるんですけど、カットしてもなんか良さが伝わらないんですよね、あんまり、うん、なんかポイントポイントで流しても、だからもうダダ流しします、はい、すいません、ダダ流しします、はいはい、そういうことです、はい、ということでね、5分間ダダ流しするんで、この後ね、あの興味ない人はねもう飛ばしちゃっていいですよ、はい、まあ、適当にまあよいしょよいしょつまんで、まあ、見れば見た気分になるんで、はい、そんな感じでね、うん、とりあえずいいかな今回は、うん、それでいいと思う。ということでこの後ねプロジェクトマッピングお見せします。見る、今編集中見る、こんな感じ、はい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 、見えるかな、見える見える見える、もう誰かな、この続きね、この続きいくわ。で俺の顔が映ってる、見えないか、そう、この名古屋、うん、まあいいや、行くわ、行きまーす、よーい、スタート。プロジェクトマッピングね、プロジェクトマッピング、イエー、ということでね、そのね素晴らしいプロジェクトマッピングのね世界をね皆さんにお届けしたいと思います。ご覧ください、こちらです。
いかがだったでしょうか。夜の会 in 夜会、違うか、 in 名古屋か、 in 名古屋城、名古屋城、はい、ということで素晴らしかったね。ほんと素晴らしい。ぜひね、みんなもね来てほしい、見てほしい。プロジェクトマッピング素晴らしいよ。ほんと素晴らしい、ほんと楽しかった。ちなみにね、これ開催期間なんですけど、1月13日月曜日、祝日か、3連休までなんです。今日が1月12日です。明日で最後ですね。明日で最後です。ダメか、動画公開した時終わってるわ。